大変なことが起きた。服忘れた。え、服を忘れた。これできちゃった。俺下着じゃないですか。下着だよそれは。え、これは下着ってバレる。いや、バレるよね。そうですね。さすがに今ちょっと見せて。胸が開いちゃってるみたいな。キモいもんな、これで出てたら。まあ今出てるんだけどね、お前がそれを回してるってことは。多分じゃあ顔だけにしておきます。顔だけにしたら、それはそれで意味伝わんないだろ。顔だけにしたら何も伝わらないだろ。なんで顔だけなのか、そんなこれ忘れちゃってって嘘なんかなと思うだろ。こっから上しか映ってなかったら。いいんだよ。ちょっとやばい、どうしよう。ロマンツーなんかさ、ごめんけどちょっと俺これで出歩くのも、これで出歩くのありなのかな。なしだよね。まあ、やばいおっさんとかしかいないです ね。僕が近所の時だよね、はい、そうですそうです。なんか変なやばいおっさんにもなっちゃいけないし、近所じゃねえし。はい。え、でもなんとしてさ、はい、いいシャツ任せてください。いや、危なくない。こういう時のマンツ任せてください。いや、ちょっと危なくない。この時のマンツちょっと危なくない。いや、大丈夫ですよ。この時の、え、キイチの経験上どう。いや、だからカルボナーラ頼んで、ちょっといじってくるよね、多分ね。カレーうどん、ね、いじんないっすよ。先輩のことちょっといじってるもんね。カレーうどん買ってくるんですよ。いや、だからそれはちょっとなんかいじってる。ちょっとなんか、いや、大丈夫です。ちょっとやってきてるんだ。いや、でも、まあ、任せるわ。はい。でも、ちょっと任せるけど、俺普通にそれでメイン2本出る2本出る可能性あるから、ちゃんと、あー、ちょっと大事ですね。ちゃんとしないともいいけどね。その、服であればいいんだけど、ちょ、これでだって買いに出るの違うもん。それはちょっとやめてほしいですね。やばいよね。エプロンもあるよ。じゃあ価格決めるよ最初に。ああ、はい、はいはい。5000円以下。5000円以下。いや、以上でもいい。まあ5000円以下か5000円以上か、どっちか。なるほど。どっちかです。どっちかしかないです、そんなこと言ったら。5000円以下か5000円以上か、どっちか。来ました。イエーイ、ありがとう、マンズ。ディッキーズ。まあまあいい。ディッキーズ。まあまあ、まあまあいいとか言っちゃう。いいブランドですよ。ディッキーズだよ。白い T シャツだ。白です。白結構冒険なんだよね、俺。結構黒着るじゃん。ああ、そうですね。迷ってたんですよね、だから。え、でも、攻めてるじゃん、もう。いや、違う、その時点でちょっとさ、攻めいじりに入ってるじゃん。いや、白の方が良かったんですよ、これ。あ、そうなんだ、この T シャツのデザインがね、はい、見ます。よし、おお、かわいい。おお、かわいくね。え、いいわ。え、ありがとう。はい、来てください。サンダーよ、サンダー。切れた。嘘でしょって言うのやめて。ちっちゃい声で嘘でしょって言われて。あんまいないっすよ。カルチーの人。イエーイ。おー、いいか、いい、いいっすね。やった、ありがとう、マンズ。俺今日これで料理するわ。汚さないように。いや、それお前それなんだ、それ汚さないようにって最後言ってくるんだ。黒 T にしないよ、じゃあ。なんか黒だとまたちょっと、確かにちょっと違うな、違ったんですよね、デザインが。かわいい。もういいわ、ありがとう、マンズ。大切に使うわ。バツ。ちゃんと考えた方がいいよ、お前。これあれですね、理由もちゃんと答えていただけると。うん、バツ。ちゃんと考えて。なんで、なんで。バツ。ちゃんと考えよ。バツ。なんで、なんでバツなの。バツ。え、バツにしないで、何何これ。いい、いいな。何が。いい、かっこいい、かっこいいね、なんか。ありがとう。ペイントみたいになってるわ、うん、じゃあ、丸でしょ。ダサい、ダサいの、丸って。丸ダサい、丸ダサい、バツかっこいいわ。え、何ですか、問題。いや、なんでだよ、帰れよ、そいつ。車は道路標識を守らなければならない、丸か×か。これ×だよな、絶対。いや、×って言ったじゃん、さっき俺。違う違う、理由言わなきゃいけないだろ、ちょっと落ち着いて話すの。何、もう怒ってもしゃあないからさ。
え、だけど、だって俺待つって言ったじゃん。ちょ、だからなんで道路標識を守らなくていいのか、うん、答えないと正解にならないって。言ってみ。法律が全てではない時もあるから。違います。いや、思ってないよ俺。やばい人だよお前。いや、じゃあ緊急事態とかそういう話よ。緊急事態って言えばいいじゃん。お前が法律が全てではないって言ったら、緊急事態の時。違います。何だ。え、俺もう一色足していい。え、もうここで使うの。いや、大量に青をやっぱぶちまけよう。あ、でもお前も青か。え、それ人もうさ、なんか俺も青をこのぶちまけ。いや、いつもなんかさ、俺のなんかさ、俺のを見てなんかいつもなんかちょっとそっちに言う。違う、寄せよう。本当に違うんです。えい、青。ねえ、ちょっとこれ本当にぶん投げられるって、うん、雑魚だと思われちゃって。え、お前マジ評価高い感じになってる。なんでだよ、ね、何。ちょっと俺も青にすればよかった。俺が青先言ったのに。言ってないだろ。やっていきましょう。イエーイ。今日も毎日動画頑張っていきましょう。え、あれっていつから言ってんの。ん、1回目から言ってんの。1回目から言ってんの。初心者、初心者。あれ1回目から言ってんの。おい、チョコ置くなよ。チョコ置くなよ。めちゃくちゃ普通にチョコ置くじゃん。ね、俺の席んとこめちゃくちゃチョコ置いたんだけど。前の席って。俺の席んとこ席ってチョコ置いたんだけど。ねえ、食べたくなるじゃん。食うなよ。チョコ食うな。あ、でもいいや、俺は分かったよ。食え。食え、今。今7つ食え。で、俺に、おいって言わせてくれ。いや、俺いいや。いやいや、食え。あんま食いたくない。いや、人笑わせんの嫌いなんだ。人笑わせんの嫌いなんだ。あ、これは美味しいよね。それ絶対うまいやん、だって。それはだってエースって感じだもん。吐きづらいからいいや。いや、食え。もう、パッケージごと食え。うわ、これやばいよね。だから、まあ、さっきと同じだけどね。まあ、それが。え、どれが一番好き。早く食え。どれが一番好き。俺どれだろうな。いや、もう見れば見るほど食いたいわ。え、これが食いたい。これこの、あ、これじゃない。なんかさ、きな粉みたいなの入って、きな粉餅なんとか。あ、これ入ってないやつだ。入ってないやつだ、うん、入れとけ。うん、まいや、分かりづらいタイミングで食うじゃん。分かりづらいタイミングで食うじゃん。え、これお前ガルボあんじゃん。これくっつけて食おう。ん、くっつけて食おう。いいな。どう。まあ普通。いや、おいしいって言え。いや、その俺がいいなって言えるようにしてくれ。なんか口には甘すぎて、ね、当たっちゃって。うん、なんか血で出た。出ない。血の味がした。血の味がした。うん、おいしい。おいしいってそこで言うな。リアクションしず。ガルボはガルボ。ガルボあるよ。ガルボ？おいでおいで、あと行くわ。アルトツー。アルトツー、こいつ。あの、なんかチロルチョコのさ、あのきなこ餅みたいなんじゃん。うん、あれ俺好きなんだね。買っといてあげようか。ん？買っといてあげようか。食うのいつだよ。その時買った方がいいだろ。ねえ、チョコなんで食ってんの？ねえ、動画中でチョコなんで食ってんの。チョコ食わないで。ねえ、チョコ食べないでよ。食ってないよ。誰誰。食ってないよ。誰。チョコの妖精だ。おい、おじさんがめちゃくちゃボリボリ食ってんじゃないか。食べてないよ。ああ、チョコの妖精だ。チョコの妖精さんですか。はい。いや、めちゃくちゃおじさんじゃないか。おじさんがチョコむさぶり食ってんじゃないか。ちょっと聞きます。
今日食ってます。食ってんじゃないか、おじさんが。はい。お願いします、ね、今日もバリバリトークやっていきましょう。バリバリトークをやっていきましょう。やりづら。いや、お前がガナってそれでやりづらって。困る。でも中島選手いつもありがとうございます。いや、中島選手の名前すぐ出す。中島選手が見ているであろう、うん、トークやっていこうと思う、車で流しているであろう、車で流してるらしいからな。ずっと作業用で車でずっとトークを連続で流してるっていうふうにもう言ってたんで、こっちにもう正義があるからね。はい、奥さんと一緒に聞いてて、ね、そうです。中島選手にやれと言われたので。うん、いやいや、そんなんはダメだよ。そんなんはダメだよ。いや、そういうことでやっていきます。よろしくお願いします。それじゃ、中島選手のちょっと話でちょっと恐縮なんですけど、はい、あんな楽しい撮影なくない？ないよ。すごくなかった？めちゃくちゃ楽しくなかった？楽しくなかった？なんでだろう？いや、なんかさ、思ったなんかこう、カチコチになるのかなと思ったのよ。あー、てか、カチコチ撮影、まあでも致し方ない。そんな当たり前じゃんと思った。だってまず、言っちゃえばジャンルが違うわけだから。ジャンル違うし、もうだって向こうはトップオブトップなわけじゃないですか。確かに。だから日本代表の10番を背負う人じゃないですか。うん。やばいじゃん。やばいよ。で、そう考えた時にさ、えってなるじゃん。えってなるよ。で、多分ちょっとカチコチになるんだろうなとか、その関係者とかがすごい、あ、すいません、そこはなしでみたいな。確かに確かに確かに。ああ、すごい、普通に撮影したよね。普通に撮影しました。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。